フェインの目的は何だ。俺は何のために送り込まれた。あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ。ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。島が浮いている？コウモリはあそこに向かっていったわ。つまりアストスはあそこにいる？ならば話は早い。さあ行くぞ。敵がいる。期待してるわ、ジャック。魔力が蓄えられているのか。いただいておこう。いいな、暴れさせてもらおう。ここへ送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。つまり切断したはずの過去が蘇ることを危惧しているわけだ。これは突然消えたルフェインの話。全くの嘘と言った。体勢が下げられてる。技を封じられたか。お出ましね、ジャック。やってやろう。今動けなくなる。毒みたいだね。これは貴重だ。お前ですね、ジャック。
去があるわね。どこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん遅く、時間的に。お前を食べる。あなたが血を這う虫だと。ルフェイン人は空高く舞う。あなたを食べはしないけど、あなたの名前に糞を。すごい。一応大丈夫みたいね。仕切り直す。すぎる。終わり。先に進もう。ねえ、キューブじゃない？休んでおこう。まるで抜け道だな。踊りは楽ができるぞ。叩き潰すぞ。
やるな。この程度なら負けないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。噴出口をどうにかしないとね。早いうちに壊そう。封印しろ。だいぶすっきりしてある。ラックのおかげで進めるわね。地面が揺れている。崩れるのか。空の上で。ここから離れる。急げ。さてと。やりすぎたかもな。知ったことか。それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ、他の像もぶっ壊すぞ。フェインが送り込む闇とは何だ。魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。全て混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は。俺たちの役目は。闇が強すぎても均衡は崩れる。いわば光と闇の均衡を保つことを調節する。消してやる。
箱か。やるか。期待してるわ、ジャック。あれはキューブか。場所は覚えておきましょう。へえ、道がつながったわけだ。探索しやすくなったわね。
また石像がある。ああ、壊してしまう。だが目を離す。そいつ、敵を呼び出す気だ。すぐに壊せない。さあ、次の像へ行くぞ。うん、行こう。みんな、ちゃんとついてきてるわね。ああ、みんないる。大丈夫だ。さて、残す像はあと一つ。さあ、行くぞ。出てきたか。さっさと片付けましょう。やるぞ。終わりだな。本気だな。相手する。さっさと片付けましょう。圧勝だな。キューブだ。支度しなくていい？これで楽に戻れるぞ。探索には重要な道だ。お出ましね。降りかかる火の粉は払おう。終わりだな。
倒すでしょ。やるぞ、ついてこい。最後の石像ね。いい、慣れは危険よ。その言葉、やるぞ。未来装置動か。厄介そう。黙らせてあげる。怖くも得意ね。よし、この島には沈んでもらおう。そうね、巻き込まれないよう離れましょう。ジャック様様だよ。ああ、アストスとのご対面だ。行こう。俺たちは光の戦士として世界から闇を取り除いていたんだよな。だがやりすぎたからルフェには闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、いや、希望が増した可能性もある。オネリアの姫、特にセーラフィンの貢献は大きい。城では闇を感じない。セーラフィンが黒くしろ、その効果もあるかもしれない。ああ、そうだったね。噴水広場で会った時に共鳴してた。でも姫は水晶をどこで手に入れたんだろう。遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さて、どこから話そうか。まず、お前は何者だ。当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う、私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること、そうだろう。アストス、最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか。俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだが、できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱい。
敗になってしまった。まるで私自身が黒水晶のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。それだけ。ああ、闇がアストスの周りに。なんだ、どうなる。方向で攻撃しましょう。体勢が下げられてる。本気だな。それ闇が渦巻った。チャンスだ、ジャック。なかなか手強いな。血筋はまだあるわ。防御を固めたか。アスタス、届いてくれ。フェイン人が憎い。憎くてたまらない。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。そして生まれ変わり帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ。我々の健やかな未来のためだ。
私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。軽症です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか。次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか。はい。お前は帰りたくないのか。気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか、必ずだ。さようなら、ジャック。忘れた。アストス。いいんですよ、記憶を消去されているのだから。あなたのせいではない。それは分かっているのに憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き、死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。
我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われてもその中を進み続けてください。あなたたちも私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ここは危険だ。逃げよう。